はい、皆さんこんにちは。はい、本日はスーパーデュークRで出発しております。今日は散歩ツーリング雑談会になりますが、最高の秋晴れなんでね、ちょっと景色がいいところに行って富士山スカイツリーあたりがね見れるんじゃないかなと期待しているところでございますね。まあ、時間は今、3時15分ということでですね、もう夕方ですね。夕方に何出かけてんだって。おっ、これはコスモスだね。ああ、これはすごい。おー、すごい。おお、すごい。素晴らしい。出かけてみるもんだね。こういう出会いこそがツーリングの最高の瞬間でもあります。入れるよね。はい。うわ、汚ね道路。寒いですね。そして凍っちゃいねえだろうなっていう感じぐらい、まあ、20度ですけどね今。なんか滑りそうで怖いな、この路面。ぬるぬるしそう。しかもなんか湿っててさ、今日一日晴れてたのにね、なんでこんな湿ってんのって感じ。いつもなんだよな、こう。カバさんの舗装林道ですけど、ここを通り抜けて足尾山のところのあのパラグライダーのスタート地点に、ね、行きたいと思います。はい。そして久しぶりに来ました、一本杉峠。車両通行不能だけど看板が、あの車止めがないですね。前ちょっと、あ、ないか、いつも。はい、いつもの場所ですね。さあ到着です。さあ景色はどうかな。寒いですね。18度。さっき途中で17度だったんで少し上がりましたけど、はい。ああ、思ったほどでもないな。でも霞ヶ浦見えますね。こっちは、ああ、富士山とか見えないな、これ。はい、とりあえず紅茶持ってきたんで一息入れましょう。景色は最高ですね、相変わらず。最高ですね。紅茶を入れてきてね、あったかい紅茶でゆっくり景色見ながらいただきました。さあ、じゃあ帰りますか。こっちの方にね、あの反対側に降りていって、ワインディングを、こちらのワインディングを楽しみながら降りていって帰りたいと思います。いやー、ほんとね、その
その遠くまで行かなくても女だけがあるっていうことが本当最高ですよね。自分のね気に入ったかっこいいバイクで、おうわ30分40分でこのいうところに来れてですね、ゆっくりできるっていうこの今の自分の状況がもう最高オブ最高ですね。遠く行くのも好きだけど、やっぱりエネルギーがいるからね。夕方に出てこういう風にできるっていうのが最高ですね。そして私はやっぱ開放感が好きだっていう話前しましたけど、やっぱり本当に開放的で、まあ、開けてて明るくて人がいない場所っていうのがねすごいいいですね、最高ですね。